石山合戦。石山合戦は、元気元年9月12日、1570年10月11日、から天正8年8月2日、1580年9月10日にかけて行われた、浄土新州本願寺勢力と、織田信長との戦い、本願寺保守の権威が、石山本願寺にこもって戦った。抗議では、 元気元年9月12日の石山挙兵から天正8年8月2日の元与退去までの10年間を指すが、天正8年ウルー3月7日、1580年4月20日に、本願寺は大阪退去の聖子を信長に届けて、戦闘行為を休止しことから、ウルー3月7日を終わりとすることもある。戦国時代最大の宗教的武装勢力である、本願寺勢力と、 天下不武を目指す織田信長との軍事的、政治的決戦であり、石山合戦の終結と同時に、各地の一向一揆はその勢いを著しく失った。また、江戸時代に本願寺勢力が分裂する縁因ともなった。本願寺勢力という言い方は、本願寺派とすると、現在の浄土新州本願寺派、西本願寺系と混交するためである。また、 浄土真宗全体が本願寺側に着いたわけではない点にも注意する必要がある。以下の文中においては単に本願寺と記す。また、石山本願寺という呼称についても、近年、石山本願寺の名称が登場したのは、江戸時代以降で、石山合戦当時には大阪本願寺と呼ばれていたとする説があり、これを支持する研究者の間では、石山戦争、 石山合戦の故障は、当時の史実と合致しないとして、大阪本願寺戦争などの名称を用いる者がいる。大阪石山本願寺は、元は本願寺第八世保守煉女が隠居先として選んだ場所であり、大阪御坊、を石山御坊と呼ばれた。機内では、本願寺は京都山品を本拠としていたが、一向一揆を背景として、本願寺の影響力が強くなると、 その武力を恐れた細川晴元は日蓮宗との北京一騎らと結託し、天文元年1532年8月に山品本願寺を焼き討ちした山品本願寺の戦い、天文の作乱。これにより山品は廃墟となり、本願寺は本拠を新たに定めなければならなくなった。本願寺は当時、加賀に大きな勢力を持っていたが、加賀は信者の往来には不便であり、 京都からも遠かった。また、山品小室の前年に、大正一期と呼ばれる、本願寺一門内の内戦を、加賀で起こしており、現地の門との間には、本願寺への不信感があった。そこで十世保守少女は、京都に近く、交通の便の良い大阪御坊を、本願寺の本拠とし、石山本願寺と解消した。こうして、石山本願寺は、本願寺の本拠として発展した。 細川春元は、石山の発展も恐れ、たびたび石山を攻撃したが、石山は小高い山や川が多く、守りに適した土地であり、山品を教訓として、本願寺が軍備を進めていたために、全く戦果を上げられなかった。春元以外の時の権力者も石山の武力を恐れ、同盟を結ぶなどして、本願寺との戦果を避けた結果、本願寺の権力は年々増大し、 十一世保守の権威が純門籍、門籍は皇族、貴族が宗籍に入り住職となる、歳の故障になるなど、中央権力との結びつきが強くなった。そんな中、a 十1年1568年に、織田信長が足利義明を擁して上落に成功した。足利義明は、室町幕府十三代将軍、足利義輝の弟であり、 義明が信長の武力と共に京都に入ったことで将軍の地位は第十四代義秀から義明に渡ることが確実になった。信長は上落してすぐに機内をほぼを制圧した。信長は将軍家の名目で京行寺など機内の本願寺刑末寺に矢銭を要求し応じない場合には取り潰しなどの措置を行った。本願寺には 京都御所再建費用の名目で、夜戦五千貫を請求し、県女はこれを支払った。A62 年、1569年半ばから、信長と義明との中はだんだんと険悪になっていった。この年の9月、信長は、三好市政罰を決行する。当時、義明によって、京都を追われ、石山本願寺を頼っていた。この絵咲久は、権女に、 三好支援を進言した。ただし、佐紀久は、朝廷内、幕府内での対立関係から来る義明の排除が目的であり、小田氏と直接の利害関係はなかったようである。その証拠に、信長が義明を追放した後、この絵は、京都に帰還し、一転して信長派の中心人物となっている。元気元年、1570年9月12日に、賢女は、 信長が本願寺を破却すると言ってきたとして、本願寺門とに撃を飛ばし、三好三人衆攻略のために、摂津福島二陣を敷いていた、織田軍を突如攻撃した。そのまま本願寺軍は石山を出て、十四日に、淀川邸で、信長軍と直接激突した。この戦いは、織田軍優勢のうちに終わり、本願寺軍は石山に戻り、牢状の構えを見せた。織田軍は、 滋賀の陣で既でに四面楚歌の状態であるため、石山に監視のための軍を置くと、朝廷に働きかけて、本願寺軍に矛を収めるよう直章を出すなど、本願寺との戦闘を避けた。そのため、石山本願寺の第一次拒兵は、実は1月も経たないうちに、実質的には終わったのである。石山拒兵と、ほぼ同時に、長島岩章寺で一行一揆が発生。 長島一行一騎し、尾張の古木工場を落として守っていた、信長の弟、信沖を自害に追い込むなど、公然と信長に敵対するようになった。元気2年、1571年5月に、信長は、長島殲滅を図るが失敗し、多数の兵を失った。この年の一行一騎に対する戦果は、9月に一行、一騎の籠もる志村城、金が、 森城を降伏させたに止まる。また、元気3年、1572年に、信長が京都に、自身の屋敷を建てた際には、3月に、権与から、万里鉱山の一軸と白天目の茶碗を、贈呈されている。7月には家臣に、一行送金令を出すなど緊迫したが、これは、武田信玄の仲介という形で和議を結んでいる。信玄の妻と権与の妻は姉妹である。 元気4年、天正元年、1573年に、信長は再度長島を攻めたが、またも失敗した。11月には、白天目の茶碗を送られたことに対しての謝礼を、している。ただし、兵力を出して、戦火を交えてはいないものの、いわゆる情報戦は、非常に盛んであった。権利は遅くとも、元気3年末頃までには、 武田信玄や毛利ている元などと、密かに同盟を結んでおり、信長を東西から攻撃しようと画策している。足利義明もこの流れに乗って、信玄に上落を促すなどしている。当然、信長もそれを牽制するために、朝廷外交や上杉謙信への友好工作などを行っていい。したがって、天正元年末までは、石山本願寺と信長は互いに牽制しつつも、 戦火を交えない、いわば冷戦よりややましな程度で推移していたと思われる。天正元年、信長は朝倉義景と浅井長政を相次いで滅ぼし、義景の両国であった越前には、義景の元家臣前派義継を守護代に任じて統治させた。しかし、義継は粗暴な振る舞いが多くなり、翌年の1月に富田長茂ら黒人領主と結んだ。 一向一揆によって殺された。さらに一向一揆と結んだ国人領主も次々と一揆により織田方の役人を排斥し、越前は、かが一向一揆と同じく一向一揆の持ちたる国となった越前一向一揆。これにより、信長は、せっかく得た越前を一向を胸に奪われることになった。これを知った賢女は、はじめ七里寄地下を派遣し、その後、下妻寄照を、 越前守護に任じた。こうして、本願寺と信長の和義は結立し、四月二日に、石山本願寺は、織田家に対し再挙兵した。本願寺は、長島、越前、石山の三拠点で信長と戦っていたが、それぞれが政治的に半ば独立しているという弱点があった。信長はそれを最大限に活用して、格好撃派に出た。月、信長は、 大動員令を発して、長島を陸上、海上から包囲し、散発的に攻撃を加えるとともに補給路を封鎖して、兵糧攻めにした。長島、や、長島、中江の3カ所に籠もった、一騎勢はこれに耐えきれず、9月29日には、降伏解除をした。しかし、信長はこれを許さず、長島から出る者を根切りに処した。この時、降伏を許されなかった。 長島の一期勢から捨て身の反撃を受けたため、残るや長島、中井の二箇所は柵で囲んで一期勢を焼き殺した。指導者であった岩生寺の剣を押し、助行は自害した。天正三年、1575年には、信長は本願寺と結託した高屋城主、三好安長を降伏させ、甲斐、信濃の武田勝頼を長篠の戦いで破り、 兵を十分に休めた後で動員令を発し、8月12日に越前に向けて進発した。一方越前では、下妻よりてるら本願寺から派遣された防寒らが、重税を課したことなどにより、越前で一騎を起こした民衆との関係は悪化し、防寒の戦後に反発し一騎が起こるという、一な内一騎まで起きた。こうした以降、総内部の混乱に上司を打軍は連戦連勝で、 しばたく間に越前を制圧し、さらに加賀の南部まで攻め込んだ。9月には信長は北の省に戻り、さらに岐阜へと戻って、石山を建設した。本願寺三拠点の二つが撃破され、特に長島では徹底的な寝切りを行ったことを知った。石山本願寺は、県女が信長に対して自らの行為を浴び、さらに上書と生死を収めることで信長と再度アギーを、 結んだ。しかし、前回の和議とは異なり、信長が今後の対応を見て謝面するかを決めるとするなど、著しく信長に有利な状態での和議となった。実際には信長はまだ、神杉、武田、毛利に挟まれており、信長にとっても和議は、軍事上悪い話ではなかった。一方で、中国地方ではこの年に、毛利氏は小田方へと寝返った。 備中の三村氏を備中平乱で滅ぼし、備前と三正かでも、うっき直江へと同盟して、天神山城の戦いを講演し、浦上宗影、三浦貞弘を失漁させ、大きく東へと勢力圏を拡大した。これによって、毛利氏の軍勢は陸路で張り間まで進行することが可能になり、海路でも瀬戸内海の政海系を確保して、太陽田を視野に入れた。 大阪の本願寺との連携が模索さ,さ始める。天正四年、1576年春、県女は、毛利輝元に、被護されていた、将軍、足利義明と組みして三度拒兵した。信長は4月14日、明智光秀らに命じて、石山本願寺を三方から包囲した。しかし、包囲後も本願寺は、老眼、現大阪市中央区や木津 道南枠から会場を経由して、弾薬、兵糧を補給しており、小田軍が傷を攻めると、本願寺軍は逆に1万を超える軍勢を持って、傷の他軍を蹴散らし、天皇寺砦付近まで攻め入った。この時に包囲軍の首相であった、花輪直政が戦死している。危機に陥った光秀は砦に立てこもり、信長に救援を要請した。この敗法を聞いた信長は、 すぐさま諸国へ陣ぶれを発したが、突然のことであるために、兵の集結が遅かった。そのため信長はしびれを切らし、三千ばかりの兵を連れて、天皇寺を包囲している一万五千の本願寺軍に、攻めかかった。また、包囲を突破して、砦出に入ると、すぐさま、光秀はじめとする、砦出内の兵等と合流して撃って出た。そのため、牢情策を取るものと思い込んでいた。 本願寺軍は、浮足立て敗走し、石山本願寺に退却した天皇寺合戦。その後、信長は、石山本願寺の四方につけ城を、住吉の浜手に要害を設け、花輪直政の公認の司令官に、佐久間信盛を任命して、本願寺を完全法囲下に追い、経済的に封鎖された本願寺は、毛利寺元に援助を要請した。寺元は、要請に応じ、 7月15日に、村上水軍など、毛利水軍の船700から800艘、実際は600艘程度と言われるが、兵糧、弾薬を運ぶために、大の会場に現れた。織田軍はすぐさま、廃下の茎水軍など300予想で木津川河口を封じたが、毛利水軍は、数の利を生かして放落ビアで、織田軍の船を焼き払い、対象して、本願寺に、兵糧、 弾薬を届けた第一次木津川口海戦。信長は仕方なく、味方の監視のみを強化して、一旦兵を引いた。翌五年、1577年2月二日、紀伊の最下州の中でも本願寺へ非協力的であった最下三冠州と根頃寺の杉の坊が、信長軍へ内容した。これを受けて、信長は準備を整えた上で2月13日に、京都を出て、対抗する。 最火勢のこもる泉、キーに攻め入った、奇襲征伐。織田信長の軍は海塚にいた、最和州を攻撃した後、佐野に進み、自軍を、新たちで山手、浜手の二手に分け、キーに攻め入った。3月1日に、最和州の闘木の一人で有力な門徒でもある、鈴木孫一の居城を包囲し攻め立てた。しかし、この構成で、周辺一帯が荒れ果て、戦線も、 膠着状態に陥ったことから、事態を有料した、西が州が翌日に、大阪でのことに配慮を加えることを条件に降伏を申し入れたため、信長はこれを受け入れて、兵を引いた。木津川での敗戦後、信長は、九鬼水軍の長である九鬼吉高に、大砲を装備した黒船を建造するよう命じ、滝川一増にも、白船を一層建造させた。吉らの戦は、 伊勢大港を出発し、大阪へ向かった。西賀州はこれを迎え撃つべく、丹野は、現大阪府三崎町周辺の会場でこの船団を取り囲み、鉄砲や火矢で攻撃した。しかし、吉高はこれに応戦し、大砲をも使って敵船の多くを撃沈し、船団は7月17日に、堺に着岸し、翌日から石山本願寺への回路を封鎖した。 十一月六日、毛利水軍は六百予想を繰り出して再び、木津川川口に現れた。信長軍は、久喜義隆の大船を中心として立ち向かったが、毛利水軍はまたも、崩落ビアで攻撃を繰り返した。しかし、義隆は、丹野和での戦いと同様に、大船を相手の大将が乗っていると思われる船に近づけては、大砲を撃ち込んで撃沈するという方法で相手を撃ち崩し、 ついには、毛利水軍の船数百艘を、傷沖に追い返すことに成功した、第二次傷川口海戦。天正6年10月、摂津における、石山本願寺討伐の要であった、荒木村重の離反によって、有岡城の戦い、信長の対石山本願寺戦略に、重大な呉れを見せた。同時に、三木合戦で、橋場秀吉が、三木城を攻めていたが、 毛利氏が摂津に上陸して、三木城に兵糧を運び込む恐れも出てきた。これを機に、信長は朝廷を動かして、和解を試みた。朝廷は、信長の希望を受け入れて、直死を送ったものの、本願寺は、毛利氏の賛同がないと応じられないとして、これを事実上拒否したため交渉は決裂した。これを受けて信長は、毛利氏とも講和を決め、毛利氏への直死が発見された。 しかしその直後、第二次木津川口海戦において、小田水軍が対象すると信長は和平交渉を中止し、村重攻略を進めた。また、村重の反乱自体が、周辺の小田方武将の応を伴わなかったため、反乱自体は長期にわたったものの、石山本願寺攻略への影響は、最小限に止まった。第二次木津川口海戦での毛利水軍敗退を受けて、 本願寺は将来の弾薬や食料の欠乏を恐れ始めたほか、天正七年、1579年10月には、有岡城が陥落し、三木城の情勢もすこぶる悪くなっていたことも、あ、12月、ついに高級的な和議を検討するようになり、密かに朝廷に、千年の和解話のやり直しの希望を伝えた。その動きを期待していた、信長側でも、再度朝廷に、 講和の仲介を働きかけていた。そして、翌天正八年、1580年1月、三木城が落城した。そのような状況の中で3月1日、朝廷は、本願寺へ、果十寺春豊と,与と、二渡朱康を直視として使わして年寄り衆の移行を、ただし、本願寺は和ニを押し進めることで合意した。また、信長も、別個に改戦の経緯を知るこの江崎彦を派遣して、 本願寺川との妥協点を探った。以上の経緯から、直名講和という方式での和議を提案したのは、信長側であったが、実際の講和申し入れは、本願寺川からあったものと言える。うルー3月7日、本願寺は信長に、聖師の筆棒を提出し、信長と本願寺は三度目の講和を果たした。条件は、県与ラモンとの大阪大城など、以下の通り、 この他、信長後期には退場の期限は7月20日だったと書かれている。また、講和条約に署名したのは、県女の3人の側近、下妻雷連、下妻雷流、下妻中港だった。4月9日、県女は、石山本願寺を着手で新門関の協尿に渡し、木浅木森ごぼうに退去した。しかし、西海や淡路の門とは石山に届けられる兵糧で、 最子を養っていたため、この地を離れると、たちまち急暴してしまうと不安を募らせ、信長に抵抗を続けるべきと京女に苦心し、京女もこれに同調した。ゆえに、賢女が石山を去った後も石山は信長に抵抗する京女勢が占拠続けた。7月2日、賢女は3人の使者を使わして、信長にご礼を行い、信長もそれに合わせて、賢女にご礼を行った。 これと前後して、荒木村重が、花熊城の戦いに敗れ去るなどの情勢悪化や、この江崎久の再度の説得校によって、石山の受け渡しを強議派も受け入れて、最下に退去し、8月2日に石山は、信長のものとなった。が、引き渡し直後に、石山本願寺は出火し、3日3番燃え続けた日は、石山本願寺を完全に焼き尽くした。信長後期では、 大松明の火が風で燃え移ったとされている。多門院日記には、退去を開始としなかった、京女法が火をつけたと噂されたとある。8月、佐久間信盛は信長から石管状を突きつけられて、織田家から追放されたが、理由の一つに、石山本願寺を包囲するだけで、積極的に戦を仕掛けなかったことを挙げている。また、信長と石山本願寺の交渉の陰には、 森成都市、森蘭丸の母の妙向きにがいた。妙向きには和睦成立に奔走し、本願寺の危機を救った。森成都市を通じて、情報を得た妙向きには、信長と直接、面会し、自家判をして、信長の石山本願寺の追撃を断念させた。信長は、当時、本願寺との和睦に際して、金山城下に、浄土新宗の寺院を建立、指息、 病向きに残の,の一人を出家させることを条件に和睦を提示した。県女退去後に、京女が講和に反して、石山を占拠したため、本願寺は、県女と京女の二敗に分かれ、県女は制約違反を問われることになってしまった。結局、京女も石山を出ることで内紛には、決着がつき、天正十年、1582年6月の、 本能寺の変の信長の死の直後に剣女と凶女は、朝廷の仲介により和解するが、剣女は、内奮の核となった凶女を拝着し、三男の順序を着手と定めた。文禄元年、1592年11月、剣女が死没すると、豊臣秀吉の命で、凶女が本願寺を継ぐが、助春、剣女の妻、凶女、順序らの母らが、剣女の意志に基づき、 秀吉に働きかけたため、翌年に京女は隠居させられ弟の順序が後を継いだ。しかしその後も京女は、大阪の王や本願寺、南波御堂、現在の新州王や派南波別院を、本拠地として各地の門徒へ、本尊の家父などの保守としての活動を続けたため、この時点で、本願寺は順序を支持する派と京女を支持する派に、事実上分裂した。慶長七年、 1602年、京女は以前より実婚だった徳川家康による土地の寄進を受け、京都の七条からすまに東本願寺を建てたために本願寺は東西に分かれることとなった。序文で述べているが、石山合戦は当時最大の宗教一揆でもあったため、それが集結したことで各地の宗教一揆は激減することになった。講和条件の除災なきにおいては、 イコール従順でいるならば、加賀江沼、のみに軍を、本願寺に返布するという条項については、実現されることはなかった。というのは京女が交戦を呼びかけたため、加賀一向一騎と信長の重臣、柴田勝家の交戦は続いたからである。信長と剣女は、停戦を命じた者の戦闘は続き、天正八年十一月十七日に、柴田勝家に諸将を打ち取られ、天正十年、 1582年3月には、吉野谷の一機が鎮圧されて、百姓の持ちたる国は終焉を迎えた。ちなみに、全国各地の新州寺院の記録には、誇らしげな武勇団、中節団はあっても、不法行為をしてしまったという罪の意識や反省の弁は皆無であり、門徒たちの正義の戦いであったという意が明確に投影されている岩波書店。 日本通史中世4より、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。